はい、これで始まってんのかな。ちょっと待ってください。まあ、配信できてますね。あ、よかった。YouTube ライブできてます。はい、できてますね。普通にこのアプリで開いたら勝手に YouTube ライブになる感じですね。はい。はい、で、なんか共有なってますよ。あ、普通にこっちから見てなってるんで、うん、できてるんで。で、Twitter にやる場合は共有かなんかやる、はいはい。そうですね。これで、どっから、ね、ここから多分これですね。そうですね。OK です。で、なんかそういうのはい。あ、それやんないといけない。そうですね。ユーザー名。で、こっちは見れてるでしょ。あ、見てますね。大丈夫です。よかった、すみません、ありがとうございます。なんかいいですよね、プリズムライブ。そうそうそうですね、もう謎のあれですけど、すごい良かったですね。公開、非公開とかできるんですよ。はぁ、まあ、非公開したら非公開してる。はいはいはい。いや、良かったですわ。はい、これできてますね。あ、家の洗濯機の多分生乾きになるんですよ。はい、まあそうでしょうね。コインランドリーのはいいかもしれないですね。一気に乾燥させて、うん、それでまあ雑菌などをね。あ、どうもどうもどうも。まあ今日はね、まあご覧の通り、まあいつもの場所に、はい、ホラーさんと一緒に来ております。ね、すごくまあ、あのまあもうね、慣れたもんだという感じですね、なんかね。今日もね、果たしてどういった対応をしていただけるんでしょうか。今日は私あのチャリで、まあ、渋谷に来てますね。宮迫さんのお店の前に止めさせていただいております。まあいつのことですけど。さあ今日は、ホラーさん今日はどんな感じの流れにする予定なんですか。今日も中入ってます。まあ、宮迫と堤いるかどうか聞いて、はい、個体識別番号を、はい、聞く感じですよ、はい、今日こそじゃあしっかりとね、堤店長の方から個体識別番号についてのまあ何ですかね、説明があるはずですよね、はい、もうちゃんとね、後ろめたいことはないんであればちゃんとね教えてくださればいいだけの話でもわけですから、まあ、なんでね、必ずその個体識別番号というものが存在するはずなのでね、今日ね店長さん、あのぜひちゃんと教えてください、我々にね。後ろめたいことがないんでしたら正直におっしゃってくればいいだけの話なんです。もうすぐですよね。もう6時開店でしたっけ、こちらの店は。6時です。6時ですよね。
ということはもう我々は普通にまあ6時になったら行っても問題ないわけですからね。皆さんあのねよろしくお願いしますね。いやー渋谷は平和ですね。何にも変わり映えしません今日も。前日にマークお金を入れたいことが好きなんですね。今日ね、あ、どうも、あ、コウキさん、あ、どうもコメントありがとうございます。あの先日はどうもありがとうございました。まあね、今からあと本当に5分以内にお店の方に、入らせていただきますのでね、まあ、今日も真実をね追求する、まあ、YouTube 配信を行おうと思っておりますね。あの誤解しないでほしいのは我々は決してね、まあ、炎上させようとかそういうことを思っているわけでは決してございません。あの真実を知りたいだけですので、真実を追求するためにご質問に伺うだけでございます。まあ、最近ねその、まあ、コロアキさんがね先日も、まあ、私がいない時にも、まあ、いわゆる突ったんですけど、その時にねあの割と早めに警察の方に呼ばれてしまうと。でも警察の方はもう呆れてますね。なんかねあの別に我々何をしてるわけでもないのでただ普通にねお店の方にあの質問をしに行ってるだけにもかかわらずですね、警察の方を呼ぶっていうのは、まあ、そういうねお店の対応に関しても、まあ、どうなのかなと思うところもまあありますけどもね。まああくまでその今回の件は疑惑ですからね。なんでまああのお店の方もね、まあ、誠意を持ってね、まあ、誠意を持ってお答えしてくだされば何の問題もないわけでございます。あ、じゃあこそコウキさん本当に先日はすいません遅い時間まで、私こそね申し訳ないですがちょっと眠くてねこの前回ねあれだったんですけども、はい、あの今後もよろしくお願いしますね。行きますか。あ、そうですね、じゃあそろそろ、あ、もう行きましょう、行きましょう。じゃあ今もう 今行きます。さあ行ってこようと思います。あ、ちょっと今ね熱いですね。今からエレベーターに乗り込もうと思います。義務がありますもん、店の答え式別番号を教えるっていう。
後日ご説明があるっていうことですけどね、果たしていつになるんでしょうかね。でもね、だいぶまあまた我々待たされてますけど、あ、どうですか、すいませんね。まあ今日もそのまあお店の方に行かせていただいてますけど、もう答え識別番号に関しては今日もよく分からなかったんですかね。なんかはいはい、なんかはい、こうまあね、何とも言えない対応というか、なんかあれですね、なんか本社の方から報告するとか言ってましたね、はい、そうですよね。本社ってあれなんですかね、ここは本社ではないんですかね、分かんないですけど、ちょっと今日ね、あの、まあ、宮迫さん渡したかったんですけど、今日ちょっと宮迫さんがいらっしゃらないということで、ちょっとお渡しすることはできませんでしたけど、ね、ちょっとどういうことなんでしょうかね、これはね、ちょっと腑に落ちないというか、まあ、なんとも言えないこうご説明だったのかなという、ね、ちょっとでも、ちょっとなんかね、あんまり納得いかないかなという感じのご説明を、してましたね、なんかね、あれリンク入ってるね、ちょっとこれは一体どこなんでしょうかね。まあなんで後日その本社の方からご説明があるというふうに、まあちょっと答えをいただきました。まあね、納得のいくご説明をね、我々はこうお待ちしている感じでございます。今風橋さん確認中というか、なんかあれですか、ちょっと連絡取ってますね。あ、了解です、分かりました、ね、ちょっとまあちょっと納得がいかない感じですね。私今日わざわざプレゼントを持ってきてるんですよ、宮迫さんに受け取ってもらいたいです。表示義務があるんですね。表示義務あるんですね、はい、なんでしかしそこまであれなんですかね、こう個体識別番号をおっしゃってくださらないのでしょうか。すごい不思議ですね。警察呼べって言われても、あ、
逆にこちらがですか。ね、どういうことでしょうかね。ね、個体識別番号、ね、表示していただきたいところではございます。めいこさんコメントありがとうございます。トツしてますよ先ほど普通にしてますよ。でお店側の方がね、本社の方にというふうにねおっしゃられてるんですけども、いつご説明が、あ、今コロアキさんの方がですね、やはりその個体識別番号を表示していないのは、まあ、違法であるということで、逆にこちらの方がですね、警察の方の方にちょっとご連絡を今から、差し上げようと思います。まあ、和明さん電話中ですね。まあ、要は警察の方に、個体識別番号の表示の義務があるのからですか。ここがですね、はい、優遇条件とか結構有名なところですけど、はい、そこの店がですね、その牛の個体識別番号をどうしても教えてくれないんですよ。表示義務があるにもかかわらず、はい、いや、お客さんじゃないです。なんかその個体識別番号をただ聞きに行っただけです。はい、はい、表示義務あるんですよ、どうしても。住所わかんないですけど、ジョール渋谷ってとこですね。あ、ジュールですね。はい、はい、ジュールです。で、5階です。牛宮城です。なんか牛って書いて宮に城です。宮この、あ、宮殿とかの宮です。杉田です。杉田和明です。はい、え、なんすか。店員さんは多分 4,50 代かなと思います。はい、はい、お願いします。一回煮ます。はい、失礼します。はい、今から来てくれるみたいです。あ、なんと、はい、警察の方が今から来てくださそうです。記録残してやるって、はい、今回はね、記録残しますね。はい、はい、そうですね、ビデオで。はい、そうですね、警察が来てくれて、なんで今日は、この映像がね、まあ、証拠となりますので、はい、そうですね、永久保存版ということになるかもしれません。今日はね、まあ、警察の方々、いつも私たちの、まあ、基本的には味方なんですけど、もう今日はがっつりね味方をしてくださるということになりそうですね。はい、ね、非常に楽しみでございます。どうなるか。警察も店員も取って大丈夫なんで。あ、了解です。はい。ね、今警察の方がもうすぐで来てくださいます。すで警察の方と一緒に。まあ
まあ、お店の中にちょっと立ち出すね。あ、こんばんは、どうも。あ、イエさんどうも、コメントありがとうございます。今ね、警察の方がいらっしゃって、和明さんがね、警察の方に正当性を訴えております。教えてもらって、毎日これ、あ、じゃあ今日は教えてもらってね。ごめんなさい、今日はちょっと私、お名前わかんないんで、お名前だけ教えてもらっていいですか。杉田さんが今日は、トラブルの原因としては、じゃあそこトラブルはないですか。今日ないんですけど、なんかすぐ行けるな。あ、そういうことですか。まあ、合わせるんじゃないかっていうことですか。行くじゃないですか、行ってもただ帰ってください。で、帰れなかったら、毎回軽装で帰る。今日はでも、今日は行けたんですか。お店が、まあ、さあ、それは私たちも確認はしますよ。そのお店どこの焼き肉屋でも教えてくれるんですか。でも今日は、教えてくれないんだから。いや、これからも教えてくれないんですか。これがニュースになるんですか。ずっとそういうのをごまかしてくれる。特にじゃあ、手出したりとか手出されたとか、そういったトラブルではないですね、今日は。はい、ないですけど、多分通してくれる。これをごまかしてる。私それを、杉田さんはそれを知って、知るというか、教えてもらって、はい、多分何をこう訴えたい、まあ、その、杉田さんが言うには、あれですね、偽ってんじゃないかっていうところですよね。ただそれですね。これ偽ってるの試したんですよ。ちょっとこの記事見てないんで、私何とも言えないんですけど、私が5つ教えてもらったんですよ。で、1つやっぱり頼んでごまかして、今日のごまかしてもらっていいですか。そしたらもうまたトラブルの原因になっちゃうんで、1人警察も置いてきます。私1人で行ってきます。それで意味あるんですよ。それブロックごまかしてもらって、5回です。お伺いしてよろしいですか。鈴木と申します。はい、そうです。なんか YouTuber さん、まあ一応そうやってますね。はい、です。よろしくお願いします。結構リビュートラブルも入る。あ、そうみたいですよ、なんかそのね、警察の方が、まあ、我々の代わりにきちんと、まあ、事情をお聞きに行ってくださっております。コスプレでずっと渋谷歩かれてます。あ、そうです、はい。
崎さんってよろしいですか。はい、ちょっとあの時間かかってしまうので、ただまあすぐそこにも渋谷駅前ですとか道玄坂にも交番があるので、そこからもうすぐに立たせてもらいます。
社その人から言ってほしいんですよ、はい、なんか教えるようにって、はい、会社勤務あるって言われて、実はあのお店の教えなくても多分一回捕まるとかないと思うので、そういうので教えないとかなりそうなんですよね。あ、まあどうしてもそういったすみません、あの、はい、今後、まあ、何かしら、まあ、ニュースネットとかのニュースとかでも出ると思うんですよ、その、はい、出た以上は、はい、その見解じゃないんですけども、はい、向こうは向こうの言いなりって言いますか、多分何か発表すると思うんですよ、ね、そうですね、それをちょっと待ってからにしましょう、はい、いいですかね、はい、すみません、ありがとうございます、大丈夫ですかね、次教えてもらって、了解しました、すみません、はい、そしたらこちらの方は引き上げますんで、はい、ごめんなさい、ありがとうございました。やっぱこうなりましたね。まあそうですね。多分誰にも教えないですよ、絶対、はいはいはい、今教えるともうやばいと思ってるでしょ、はいはいはい、この店自体が今は多分偽装してるから、だからもう引き下がるしかないですよね、はい、そうですね、まあ、警察の方は今日我々の代わりに、まあ、聞いたにもかかわらず結局やはり、まあ、警察の方にも教えるというか、まあ、伝えることはなかったようですね、今日もね、うん、ね、ちょっとね、納得はいかないですね、ちょっと私、竜宮城行ってきたんですけど、やっぱりその宮迫も堤もいなかったですね。でそれでまあ、個体識別番号もなんか教えてくれないって言われました。でも帰ってこなくて、でそれで警察呼んだんですけど、で警察の人に行ってもらったんですよ。でそれでもやっぱどうしても教えられないって言ってました。なんか本社から今、本社に今会議してて、いろいろ対策してるって言ってました。いやもうひどいなって、そうですね、はい、まあなんでね、うん、まあ、なかなか拉致が開かないですね、こうね、拉致が開かないですね、絶対教えられない、うん、そうですね、まあね、あんな感じで、まあ、記事になったわけですから、多分我々以外にもね、それこそその本職の記者の方々がね、多分いろいろと問い合わせの電話ですとか、我々以外にも多分してくれるとは思うんですけども、で、まあ、それで、まあ、本社の対応というか本社ってどこなんだかよく分かんないですけど、まあね、そちらがおそらく正式にね返答をしてくださるとは思うんですけどもね、うん、まあ、なんで、うん、今日は、まあ、またもやもやした結果にね終わって、
しまいましたね、ちょっとね。なんでですかね、こうね、なんでこんな時間でしたかね。まあ、後ろめたいことがあるんでしょうけども。誠意ある対応をねしていただきたいですね、本社の方には。今日はね、まあ今日もですけど、まあ宮迫さんの焼肉屋さんに今日も来ていまして、で、コロアキさんと一緒に、まあ要はね個体識別番号をなぜか教えない、まあ、ちょっとした疑惑がある、まあ、お店になってますけど今、まあ、そのことについてね、まあ、要は個体識別番号を教えてくださいという感じで今日伺ったんですけども、まあ相変わらず、ね、教えてくださらないと。でその後、まあ、こちらの方から警察の方をお呼びいたしましてですね、で警察の方に我々の代わりにですね中に入っていただいて、でまあこう聞いていただいたんですね。なんだけども、やっぱりその警察の方にもこう教えてくださらないようなんですね。一体これはね、どういうことなんですかね、本当ね。あ、めいこさんコメントありがとうございます、ね。まあ捕まるか捕まらないかわからないですけども、はい、まあ、ただねこんだけこう教えてくれないわけですからね、まあ、後ろめたいんじゃないかなとは思っています。さあね、果たしてこれは一体、まあ、どういうことなのかという感じですね。しっかりね、しっかり誠意のある対応を、まあ、していただきたいなとは思っていますけどね。こう騙し騙しやられてもねちょっと困るんですよね。しっかりまあ、したいところでございます、ね。なんか後ろめたいことがあるんでしょうか。見えきれない回答が続いておりますけども、ここ最近ね。ちょっと私の目元の丸みがちょっと気になりますね。ちょっとやはりね、少し顔面もよりマッサージしないと。あとやっぱひげが濃いですね、まあ、なんで今日もね、あ、めいこさん今日は今日もですけど、警察の方は味方ですよ。だから呼ば、はい、こっちから呼びましたね。そうですね。いつも呼ばれるんですけど、いつも趣味ないんで。そうですね。いつも呼ばれる私たちが、私たちが呼ぶと。はい、そうです、こちら呼びました。もう味方ですよ、我々の、私たちの代わりにね、ケースの方にわざわざ取っていただいて、はい。ですけどね、その警察の方にすら結局、まあ、教えないと。まあ、本社からなんか改めて報告するって、ね、今話題になってますからね。はいはい、はい、そうですよね。まあ、あちらもリアもガンガン言ってんじゃないですか。まあでしょうね、相当ね。でマスコミとかも結構問い合わせになるし、一回ああいう風に記事になっちゃうとね、まあ、本職の記者さんたちが黙ってないでしょうからね、絶対。
して今後ねどういう風な展開になっていくのか、ね、皆さんご期待ください。しかしまあ納得がいかないね結果に終わりましたけども今日も、ねえまあ、今後どうなっていくのかまあ分かりませんけどもね、あこういうの撮ってるやついますよ、はい、こういうふうに今日のあなんとも ありがとうございます、はい、視聴者の方々から今、はい、写真を提供じゃないですね失礼いたします。本当にありがとうございます。どんどん撮ってください。どんどん我々撮って、Twitter だの何だのに上げていただけると助かります。まあねこういった疑惑あるってことをね少しでも多くの方に、ね、知っていただく必要がありますから。一回ツイッターでコピーを